初代カードウェル死者エドワード・カードウェルは、イギリスの政治家、貴族、ビクトリア・朝前期から中期にかけて保守党、ピール派、自由党と党派を移しながら閣僚職を歴任した。1869年4月3日のバニティフェア氏に描かれたカードウェル。1813年7月24日、イングランド・リバプールの貿易商ジョン・カードウェルの息子として生まれる。 ウィンチェスターカレッジを経て、オックスフォード大学ベリオールカレッジへ進学。1835年にバチェラー・オブ・アーツ。1838年にマスター・オブ・アーツの学位を取得。1838年にインナーテンプルへ入学し、法廷弁護士の資格を取得。しかしすぐに、放送から正解へ転じた。1842年から1847年にかけて、 クリザーロー選挙区選出の保守党所属の庶民院議員を務める。時の保守党党首、首相サーロバート・ピール順断尺を強く支持し、彼の下で金融、財政に通じていく。1845年から1846年にかけてピール内閣の財務金融長官を務める。保守党が穀物法廃止をめぐって分裂すると、穀物自由貿易を支持するピール派に属した。 1847年からリバプール選挙区選出の庶民委員議員となるが、1852年の総選挙では公開条例廃止を支持したことが大引き、同選挙区において落選した。代わってオックスフォード選挙区から当選した。1852年12月にピール派主犯の保育党との連立政権アバディーン伯爵内閣が発足すると、 ビール派からの閣僚の一人として、商務長長官に就任した。商務長長官として、1854年には、商船法の制定を主導した。また、鉄道関連の法律の制定にも、大きな貢献があった。1855年1月には、クリミア戦争の泥沼化の中で、調査委員会の設置の動議が決議され、アバディーン白尺内閣は退陣。代わって、 ホイック投手班の第一次パーマストン施策内閣が発足したが、パーマストン施策が調査委員会の設置に応じる構えであったため、グラッドストーンやシドニー・ハーバート、サー・ジェームズ・グラハム順断者クラピール派閣僚の一部が下野した。首相パーマストン施策は、カードウェルに財務大臣のポストを提示することで留任を求めていたが、結局カードウェルも グラッドストンらと共にゲアした。その2年後にパーマストン施策が開始したアロー戦争には反対を表明したが、それがを引いて、1857年の解散総選挙では落選した。しかし落選後すぐに選挙についての不服申し立てを行い、認められて議席を回復している。1859年にホイック党とピール派が合同して自由党が結成され、 自由党政権の第二次、パーマストン社区内閣が発足。カードウェルはアイルランド担当大臣として、同内閣に入閣したが、間もなくその職務に不適格とみなされるようになり、1861年には、ランカスタ高領大臣に転任した。さらに1864年には、植民地大臣に転任し、パーマストン社区内閣と続く、第二次。 ラッセル伯爵内閣において同職に在職し続けた。植民地大臣として、大英帝国植民地の自治、自弁を推進し、平和時に帝国の軍隊を撤収させることで、植民地維持費の節約を目指した。また、カナダ連邦の創設に着手し、この事業は彼の公認のカーナーボン伯爵によって、完成を見た。ジャマイカでは、総督エドワード・ジョニアの下で、 ジャマイカ事件が発生したが、調査委員会を立ち上げるとともに、ジョン・ピーター・グラントを新たな総督に任じる処置を取った。1868年12月の第一次、グラッドストーン内閣には、陸軍大臣として入閣した。貴族の次男防衛下が、軍の将校の階級を買い取るため軍の人事が硬直化していることを有料し、将校階級買い取り制度の廃止に尽力した。 グラントストン内閣総辞職間もない1874年3月に連合王国貴族爵位、ランカスターのカウンティパラティにおけるエラーベックのカードウェル死爵に除され、貴族院議員に列した。この後には閣僚職を務めることはなくなった。長い闘病生活の後、1886年2月25日にイングランドトーキーで死去した。子供がなかったため、 カードウェル死爵区位は彼の死と共に廃絶した。1887年に描かれたカードウェル教の肖像が1848年にアンパーカーと結婚したが、子供はなかった。ありがとうございます。